グスタフ・ハイネマン、グスタフ・バルター・ハイネマン、1899年7月23日から1976年7月7日はドイツ、西ドイツの政治家、1969年から1974年にかけて第三代連邦大統領を務めた。連邦大統領としては初のドイツ社会民主党、SPD 出身であった。連邦大統領に就任する前には、 アデナウアー政権では内務大臣、キー・ジンガー政権では法務大臣を務めた。また、反戦、平和主義者として知られた。三人兄弟の長男として、シュベルム、ノルトライン、イコールベスト・ファーレン州に生まれる。父は、エッセンで、クルップ社の販売委託人をしていた。名前は、河原武器親方だった母方の祖父から受け継いだ。 父や祖父は、求心的自由主義者で、どの教会にも属していなかった。曽祖父は3月革命に参加している。ハイネマンは、祖父の影響で、子供の頃から革命家を歌っていたという。少年期にすでに、ドイツ人の新民根性を1848年の革命精神、すなわち自由民主主義の発展で変えていかねばならないと、心に決めいた。 第一次世界大戦中の1917年、仮、アビトゥアに合格した後軍西岸。彼は、大砲の観測兵として優秀さを示したが、心臓の病気で3ヶ月で除隊し、前線に出ることはなかった。弁護士を志していたハイネマンは学業に戻り、1919年から、ミュンスター、マールブルク、ミュンヘン、ゲッティンゲン、ベルリンの各大学で法学を学び、 1921年に第一次放送試験、司法収集試験に合格し卒業。1921年、マールブルク大学から最初の政治学博士号を授与される。1926年に第二次放送試験、国家司法試験に合格。同時にエッセンで弁護士を開業。同年、ヒルダ・オルデマンと結婚。一難三条を設ける。彼女は、 マールブルク大学でルドルフ・カールブルトマンの下でプロテスタント神学を学んでおり、教会で働いていた。彼女らを通じてハイネマンはスイス人神学者カールバルトと知域になり、全く無宗教だった彼がキリスト教に目覚め民族主義やハンセム主義に対する拒絶の思いを強くしていい。1929年にはミュンスター大学で法学博士号を取得した。 同年、法律に関する最初の著書を出版。1929年から1949年まで、エッセンの製鉄所で弁護士を務める。1933年からは、ケルン大学で法学を講義した。1930年、CSVD に参加。しかしナチスの台頭への警戒から1933年の、総選挙ではドイツ社会民主党。 SPD に投票した。しかしナチスは政権を獲得。ハイネマンはナチスによる教会への介入に対する抵抗運動に身を投じる。親しい牧師がナチスの組織したドイツキリスト教徒教会により職を剥奪され、ハイネマンは地域の信徒の代表かつ法律家としてヒトラー首相に抗議の書簡を送る。彼はその法律知識からプロテスタントの抵抗組織。 告白協会の広報役として、その設立に関わり、自宅の地下で抗議ビラを印刷した。プロテスタント内にも宗派対立があり、ハイネマンは、こうした対立を拒絶していたが、彼の抗議が受け入れられなかったために1939年に告白協会の役職を辞職。第二次世界大戦中は、キリスト教徒の法律相談やユダヤ人をかくまう、活動をしていた。 1936年から1950年まで、エッセンのキリスト教青年会代表を務める。抵抗運動には最新の注意を払っていたため、彼がナチスに逮捕されることはなかった。敗戦後の1945年、彼はドイツ福音主義協会、イークドの他の役員と共に、シュトゥットガルト在籍告白に署名する。彼は1955年まで同教会の、 初代会長を務め、またドイツプロテスタント協会会議の成立に関わった。1948年から1961年まで世界キリスト教会委員も務めている。こうした教会活動の傍ら、カトリックプロテスタントの枠組みを超えたリスト教民主同盟、セティの結成に参加。イギリス軍軍政部は彼を S 戦士の条約に任命した。 1946年には市長に選出され、1949年まで、務める。1947年には新たに発足した、ノルトライン、イコールベスト・ファーレン州の衆議会議員に当選。カール・アルノルト州首相の内閣で、法務大臣を務める。同州では、モトケルン市長、コンダート・アデナワーが、セリ指導者として活動していたが、 すでにこの頃からハイネマンとアデナウアーの意見の相違が始まっていた。アデナウアーは1949年にドイツ連邦共和国西ドイツ初代連邦首相に選出される。僅差だったため社会民主党 SPD との大連立も検討されたが、アデナウアーはこれを拒否。セディ幹事会はカトリック派に大臣ポストを多めに振り分けようとして批判されたため、 その批判を避ける意味もあって1949年9月20日にプロテスタント派のハイネマンが内務大臣に任命された。そのためにハイネマンがイークドの代表に泊まることが入閣の条件とされた。ハイネマン自身は政界の先行きの不透明さを考慮して退任後にエッセンの製鉄所の仕事に戻れるという確約をアデナウから得て初めて就任を承諾したという。 1950年8月、アデナウアーが世論ばかりか閣僚にも図らずに西側連合国と西ドイツの再軍備について交渉していることが判明した。ハイネマンはこれに反対の意を表明し、10月に内省を辞任した。ハイネマンはアデナウアーに宛てた手紙の中で、プロテスタント教会会議がドイツの再軍備を拒絶していること、またドイツは武器で守ることはできず、 戦争になれば東西陣営の衝突の場となって破壊のみがもたらされ、決して勝利は得られず、ドイツ軍の創設はその社会的可能性を限定してしまうものでると説明している。弁護士として兵役機運動などの活動をした後、1952年にセリオリ党して GVP を設立した。この党の主張は分裂したドイツを再統一し、 ドイツの軍国主義を終わらせるために軍備をせず、NATO と東側陣営の間で厳正中立を保ち、当時は再軍備していなかった東ドイツのような人民警察程度の武力に止めよというものだった。この年にシベルリンで演説し、ソ連の独裁者スターリンが提案した全ドイツの非武装カーンを真剣に検討する余地があると述べた。セディは支持者を動員して会場は、 ブーイングの嵐に見舞われたが、ハイネマンは、そういうことをすれば、西側にも、言論の自由がない、と、東ベルリンの新聞に書かせることになる。この会場には、私の話を聞くために入場料を払った人々も、いる。東の、第五列だけではないのだと理を尽くして説いたため、会場は、再び静かになったという。しかし、翌年の連邦議会選挙は、 得票率1.2%に止まり、ハイネマン自身も議席を失った。ハイネマンらは GVP を回答して1957年に社会民主党、SPD に入党、連邦議会に復帰して、すぐに SPD 議員団幹事会員に選ばれた。翌年には SPD 党執行部入りし、プロテスタントの自由主義求進派の代表として、 SPD の国民正当化を印象付け、ルール地方の産業労働者への SPD の支持拡大に貢献した。1957年からは創設されたばかりのドイツ連邦軍の非核化運動を主導。1958年には議会演説で冷戦を、キリスト教とマルクス主義の戦いと比喩したアデナウアを、キリストはマルクスのために死んだのではない。我々全員のために、 現在を追って死んだのだと、絶法鋭く攻撃する演説を行った。同年、核兵器など大量破壊兵器は、国際法や連邦基本法、第25条に違反すると訴え、ホロコーストも引き合いに出して反対する演説を行った。1966年、セティと SPD の大連立による、クルトゲオルク・キー・ジンガー内閣が成立すると、 SPD のビリー・ブラント当時の推薦で法務大臣に就任した。当時刑法改正が問題となっており、ハイネマンの法奨就任は野党からも歓迎する声があった。法奨として刑法の民主化、すなわち懲役刑の強化刑から自由刑への方針変更やナチス戦犯の事項延長決定に関わった。また貫通罪や男性の同性愛が刑法の対象から外され、 着室、非着室の関わりなく子供の権利が同等に扱われ、心境による兵器機器者が不当に罰せられないう変更されたのも、彼の在任中に行われたものである。意外に思われたのは、学生運動の盛り上がりという時代背景から、キー・ジンガー内閣が1968年に制定した非常事態法に反対しなかったことだ。この法律は、非常事態の際に市民を、 政府の恣意的弾圧から守るものだとしていた。過激化する学生運動に対して、キー・ジンガー首相が武装化した左翼過激派による反二階主義的行為と非難した際、ハイネマンは学生運動を民主主義への会議によるものと理解を示し、同時に暴力行使を批判した。1969年、連邦大統領を選出する連邦会議が近づくと、 ブラント党首は学生運動への理解があるソフトなイメージのハイネマンを候補に考えるようになった。対するセディはリベラルなリハルト・フォンバイツ・ゼッカーではなく保守派のゲアハルト・シュレーダーを連邦大統領候補としたためその違いは鮮明となった。決選投票は3度に及びわずか6票差でハイネマンが選出された。このことは SPDFDP の接近と この年10月のブラント政権成立の先駆けとなるものだった。リベラル、人権派の彼が連邦大統領に就任したことに対する保守派の懸念の一方で、彼はドイツ連邦軍の兵士たち、そして良心的兵器拒否のため奉仕活動に従事する若者たちを頻繁に訪問した。連邦大統領主催の新年会には外交官が招待されるのが通例だったが、 ハイネマンは一般庶民、とりわけ職業差別を受けるような職種の人々を進んで招待した。彼の在任中はドイツ赤軍によるテロや1972年のミュンヘンオリンピックにおけるイスラエル選手団に対するパレスチナゲリラの攻撃など彼の心を痛める出来事が頻発した。彼はアナ・ーキストは反動主義者の最大の支援者だと述べてテロを非難する一方、 政府にも過剰な反撃を今めた。1972年に、ブラント首相が過激派への共鳴容疑者を公職から追放する政令を発しとき、ハイネマンは、基本法、憲法は、その目的や精神と配置する手段によって、守られるべきではないとこれを激しく批判している。連邦大統領の主要な職務である、外国訪問では、ナチスの被害を受けた国との和解をテーマとした。 ドイツの元首としては、反独感情の強い隣国オランダを初めて訪問。1970年には訪日して、万国博覧会が開催されている大阪を訪問。さらに、ドイツ外務省の反対を押し切って、広島を訪問して、原爆犠牲者の慰霊碑に喧嘩し、人類は、広島、長崎で起きたような破滅を避け責任があると訴えた。また、西ドイツのとして初めて、 東欧圏のルーマニアを訪問している。彼は外国原子を迎える際は、式典よりも少人数の家庭的雰囲気で迎えることを好み、連邦大統領として迎えた最後の国賓は、ユーゴスラビアの地頭大統領だった。議会勢力を考慮すれば、再選は確実だったが、ハイネマンは健康上、年齢上の理由で再任を断り、ギヨーム事件で、 ブラント政権が退陣した直後の九百七十四年六月三十日に退任した。在任中も監獄を訪問していたが退任後の九百七十四年十二月には獄中でハンガーストライキを続けるドイツ赤軍のウルルケ・マイン,ウンホフを訪問している。生命を心配してハンストの中止を求めるハイネマンに対しマインホフは政治犯を独房ではなく 一緒に収容することを要求したが、ハイネマンは、それが、暴力闘争の継続につながるとして拒絶した。過激化する極左の活動と、市民の権利を制限してまで、それに対抗する国の風潮を憂いつつ、1976年7月7日に、ハイネマンは、脳梗塞と人不全のため死去した。彼の名を冠した学校。 とりわけ障害者のための学校がドイツには数多く存在する。一方、1848年の革命に参加した自らのソー操ソフラのために、ラシュタットにドイツ市場の自由主義運動に参加したを検証する記念館を設立した。1969年の大統領就任と同時に、ドイツ連邦共和国功労勲章特等大十字章。 また、イギリスのバス勲章を受章した。ただし彼自身は、勲章の受章を常に断っており、ドイツ連邦共和国功労勲章の廃止を求めて、いたが成功しなかった。1926年に、ヒルダ・オルデマンと結婚。進学を学んだ彼女はハイネマンを、キリスト教に目覚めさせたのみならず、自身も、社会奉仕活動に身を呈しており、知的障害者、 女性受刑者、麻薬中毒患者のための支援団体を設立し、またアムネスティ・インターナショナルの顧問となった。彼女との間に一男三女が生まれた。次女クリスタの娘、ハイネマンの外孫クリスティナは GVP 党員で、後ハイネマンと共に SPD に移って、ノルトライン、イコールベストファーレン州首相となったヨハスラウと結婚した。 1999年の大統領選挙にラウは SPD 候補として立候補したが野党民主社会党、PDS が候補として立てたのはハイネマンの長女でクリスティナのおばにあたる進学者ヒラ運動家のウタランケハイネマンだった投票の結果第二次投票で過半数を制したラウが第八大大統領に選出された楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。